はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、イタレリのフィアットアバルト 695SS アセットコルサ、長い名前ですけども、こちらの製作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、今回やっていくのは、フロントのサスペンション周りの組み立てをやっていこうかなと思います。ただまあちょっとね、このフロントのサスペンション周りが結構厄介な構造になってたのもあって、かなりの部分をねちょっと収録外でやってしまったので、もう今日は、組みながら、注意するべきところを説明しながらやっていくっていう感じでやっていこうと思います。はい、それでは早速組んでいきましょう。で、まずは、ステアリングギアボックスから組んでいくんですけれども、まあ、このスケールだからとはいえ、プラモデルでステアリングギアボックスを再現する必要があるのかなっていう気がちょっとしないでもないですが、こんな感じでね、どう言ったらいいのかな、まあ、ステアリングギアボックスが再現されているので、これを組んであげると。で、このギアボックスの中のパーツは、塗装してません。塗装せずにいってます。で、まあ、こういう形でね、ピニオンギアと、ギアをステアリングギアを一緒に入れてあげて、こっちから蓋をすると。とりあえずこれで、ステアリングギアボックスが組めたので、次はこっちのシャーシの方ですね。シャーシの方を組んでいくんですが、この辺がね、塗装の指示がね、すごく塗装の指示もいろんなものがすごく適当で、よくわからなかったので、まあ、こんな感じかなっていう感じで塗ってます。で、塗装指示だけじゃなくてね、パーツの取り付け方とかもね、すごい適当というか、ちょっとね、どういう意図で書いてるのかよくわかんない部分がすごく多くて、こんな感じかなっていう感じでやってるので、もしかしたら後々問題が出てくる可能性もあるかもしれない。まあ、多分大丈夫だとは思うんですけど、ここにこういうプレートをつけてあげる。で、ここの辺ね、切り欠きが入ってるんですけど、この辺は、自分で切ってくださいっていう指示になってます。要は右ハンドル左ハンドルっていうのを、選択できるように両方に、ガイドが入ってるので、どっちにするかで、
選んでくださいっていうことなんですが、右ハンドルを選べるのは普通のあのフィアットチンクエチェント、これのベースになってるキットあっちだけになります。右ハンドルを選べるのはこの 695SS と 695SS アセットコルサに関しては、左ハンドルのみっていう形になるので、もう説明書もこっちしか書いてないっていう感じになってます。で、ここに、今組んだステアリングギアボックスをつけてあげる。よっよっ。買った。大丈夫かこれ。でちなみにこのボディの裏側、ボディの裏側に関しては、塗装指示が一切書いてません。なので、適当に塗りました。適当に塗ったというか、もう黒サフですね。黒サフで塗りました。表面にね、ザラザラのモールドが入ってるんですよね。ザラザラのモールドが入ってるんで、多分それがチッピングコートかなという解釈で、もう真っ黒にしました。もしかしたらボディ色だったり塗り分けがあったりするかもしれないんですが、書いてないんでね、分かんないっていうことで、無視していきます。はい。で次に、フロントのロアアームとリーフスプリングを兼ねたものがここにくっつきます。結構昔のこういう小型の車ってこういう今では考えられへんような足回りの構造になっていることが多いんですよね。この車の場合だとこの左右を真っ黒だから分かりにくいかな、こうやったら分かるかな、左右をリーフスプリングでつないでて、板バネですね、板バネでつないでて、その板バネが、ロアームの役目もしてるっていうすごく面白い構造になってます。こんな感じ。はい。で次にここにステアリング周りをつけてあげるんですが、ちょっと待って、入らんじゃないか。どういうこと？よっ、隙間がない。ちょっと待って。よっ、入った。さっきのね、ステアリングギアボックスから出てたシャフトにこのステアリングのリンケージを差し込んであげて、あれ、ピンセット、はい、こういう構造になります。非常にちょっとややこしい形状になってる。取れと思った。非常にちょっとねややこしい形状なんですけど、まあ昔の車はね、今の車みたいにラック&ピニオンみたいな、ああいう効率のいい構造っていうのがなかったんだと思うんですよね。なのでちょっとこういうややこしい形状になってます。今はもうトラックは多分こういう形状だったりするのかな、こういう形状、ここのステアリングギアボックスから出てるアームがこのリンケージを通してこっちのロッドを動かして、でタイロッドを稼働させるっていうような構造になってます。
はい、こんな感じ。そしたら次に、次行きましょう。で、次が、サスペンションをつけてあげるんですが、どっちがどっちだったっけ？こっちがこっちか。ん？ちょっと待って。こっちがこっちやな。よいしょ。これがね、ナックルとアッパーアームが、ナックルにアッパーアームをつけた状態になってるんですけど、まあこの辺のアッパーアームとナックルとの接続だったりとか、あとまあこの辺のリンケージの接続っていうのが全部プラのピン、そのパーツの接続部分にピンが出てるんですけど、そのピンを、炙って溶かしてかしめるというか、抜け止めをするっていう構造になってるんですよね、このキット。なのでちょっとその辺が非常にやりにくい感じになってます。僕はこのタイプ慣れてないんでね、ちょっと作業が非常にしにくかったんで、ちょっと後で説明するんですけど、ちょっと普通ではないやり方で固定してあります。で、あとこのフロントのダンパーユニット、ダンパーユニットは本来多分ただのショックアブソーバーだけの機能だと思うんですけども、このリーフスプリングがね、プラモデルでは機能しないので、代わりにこのダンパーの中にスプリングが入ってます。それでサスペンションが一応稼働するっていうような構造になってます。で、ここに入れてあげる、ここのアッパーアームの付け根のところに C 型になってるんで、接続してあげるっていう感じですね。こういう感じ。なかなか厄介ですよ、このキット。で、まあさっき言ったように、このピンのね、端っこをこう炙って、まあ説明書では熱したマイナスドライバーで、熱したマイナスドライバーでギュッてやれって書いてあるんですけど、僕の手元にね、あんのがライターぐらいしかなくて、ライターで炙ったぐらいじゃね、歯が立たなかったんですよ。こうギュッてやっても全然歯が立たなかったんで、ちょっといろいろやってみた結果、アルミ線を使うのが一番簡単だという結論に至りました。はい。で、まあアルミ線をどういうふうに使うかっていうと、まあちょっとよいしょ、まあ、こんな感じでね、ラジペンかなんかでね、こうギュッと握って潰してあげて、で、このアルミ線をここに差し込む。ここも本当はプラのピンを入れて、焼いてかしめるっていうようになってるんですけど、ここら辺ね、パーツ入り組んでて厄介なんで、こんな感じでアルミ線を差し込んであげて、で、こっちの反対側をもう一回ギュッと握って潰してあげる。よいしょ。こうすることでこのピンが抜けなくなるので、ちょうどいいところ、余分なところをピッとカットしてあげれば、これでアームが固定されましたっていう感じになります。もうちょっと潰してた方がいいかな。こんな感じで、まあこうやってやるののメリットは、まあ作業がしやすい、っていうのと、あとまあプラより明らかに強度が高いっていうのがあると思います。こんな感じ。
で、あとこのタイロッドをつけてあげるんだけど、タイロッドの方は、アルミ線に打ち替えようがないからこう通してあげて、でこれ本当はね、良くない方法だと思うんですけど、シュッとシュッと、こんな感じで炙ってあげるとこの先っぽが丸くなって抜け止めになります。これがね、この辺のパーツの場合ピンが短いんで、今みたいな感じでペッてやったらね、トゲとくっついちゃったんですよね、っていうのがあるので気をつけてあげてください。よし、これで一応左のフロントのサスペンション周りの組み立ては完成。こんな感じで、一応、ここのリーフスプリングがしなるようになってるので、まあちょっとだけですけどね、ちょっとだけですけども、サスペンションが稼働するようになってます。まあ、ここにねバンプストッパーがついてるんで、ここ、これね、ここに見えにくいな、ここね、このバンプストッパーがついてるんで、もともとストロークほとんどしないんですよね。ストロークしないので、まあまあ多分実車もこんな感じなんでしょう。ミニとかもそうなんですよ。ミニとかも面白い話なんですけど、ミニのリアサスペンションってあれバネついてないんですよ。リーフスプリングどころかバネがついてなくてゴムになってるんですよね。ゴムだけでショックを吸収するっていう構造になってるんで、あれもね、もうサスペンションを設置するスペースがないからっていうので、そういう構造になってたらしいんですけど、昔のねこういうコンパクトかちっちゃい車っていうのはそういうこういろんな創意工夫があって面白いです。だからこのキットもね、その辺をすごい再現してくれてるんで、それはそれで面白いんですが、まあ再現頑張りすぎてパーツ数がえらいことになってるんで、ちょっと上級者向けなキットになっちゃってるかなという感じはします。だってこの左フロントのサスペンションだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個のパーツで構成されてるんですよ、左前のフロントだけで。なんで、まあそう一筋縄では組めないキットですよね。なんで、まあまあ大変なんじゃないかなと思います。ただまあメカ好きからすると、まあ組み応えはあるのかな。ただまあ愛がもうちょっと良かったらね、組み応えがあるって言えるんですけど、いかんせんね愛があんまり良くないので、その再現の細かさっていうのがもうめんどくさい方法にしか行ってなかったりするのがちょっと残念なところだったりしますね。この辺の構造をね説明書で見たおかげで、作業が止まってたっていうのもあるので、ちょっとこれはめんどくさいぞと思って作業が止まってた部分があるので、まあ割と根気がある人じゃないとちょっと厳しいかもしんない。あれピンセットどこ行った？あった。
くれぐれもね、今のやり方真似するときはやけどとかに、気をつけてやってくださいね。やけどしたら元も子もないので。よし、こんな感じ。これで一応左右のサスペンションが組めた感じになります。こういう感じ。はい、だから、ここの部分ね、このナックルとアッパーアームをつないでる部分、ここの接続とかも、まあ心配であればもうピン切り飛ばしちゃって、穴開けてで1ミリのアルミ線に入れ替えるぐらいにしてあげる方が作業的にも強度的にもいいかもしれないですね。本当に。真鍮線だとね、潰すんが大変なんでアルミ線ぐらいでいいと思うんですけど、そういう風にしてあげた方が楽になるかもしれないです。こんな感じ。まあちょっとこのタイロッドの接続部分、タイロッドの接続部分に関してはちょっとその方法は、このタイロッド自体が細すぎるんで、その方法はちょっと難しいかもしれないですけども、アームのね接続部分は今みたいな方法でもいいと思います。まあ、この辺はあの外した状態だったらね、作業は割としやすいんで、まだなんとかなるかなとは思います。はい、こんな感じ。というわけで、とりあえずこのフロントのサスペンション周りに関してはこれで一応作業終了という形になります。で、一旦この辺はこのまま放置しておいて、説明書通りでいくと次リアのサスペンション、リアサスペンションじゃないか、次の説明書通りに行くと次は、まあ内装の隔壁とかがバルクヘッドとかをつけて、でその後、エンジンを取り付けてリアサスペンションを組むっていう形になっていくみたいです。はい、なのでまあ説明書を読解するっていう作業が必要になってくるので、まあ他のキットほどサクサクは作業が進まないんですけれども、これもちょっとずつね作業は進めていこうと思いますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。